こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてやライフスタイルを紹介するコンテンツになっております。今回は池子さんとジョンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあそれぞれお二人ちょっと自己紹介をお願いします。はい、ジョンと言います。広告代理店でプランナーとして働いてます。映画が好きなのでいろいろちょっと今日はご紹介できればと思います。よろしくお願いします。池子と言います。広告代理店のプランナーとして働いてます。同じく映画がめちゃめちゃ好きなのでいっぱい紹介できればと思います。お願いします。お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が 1LDK ということで、だいたい何平米ぐらいのご自宅なんですか？だいたい60平米ぐらい。54 リビングとか寝室とかそれぞれ大体何畳ずつぐらいなんで、ここは11畳ぐらいで、向こうの寝室が6畳ぐらいで、7畳キッチンが6畳ぐらい、6畳ぐらいそんな感じです、はいはいはい、というわけで、まあ、結構見ての通りすごいたくさん植物だったり特に映画のアイテムが非常に多いと思うので、このあたり詳しくお話お伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初リビングからちょっと紹介をしていただきたいなと思います。はい、じゃあちょっと中に、すいません失礼します。どうぞ。すごいとにかく物がたくさんあるお部屋ですが、ここのリビングのコンセプトというかそういったものは何かありますか？私たちの好きなものをとにかく集めてぐちゃぐちゃにファンタジーにしてます。映画関係とかあと SF とか好きなので宇宙人つけたりとか、うん、なんかそういう好きなものをとりあえず入れ込んでるっていうリビングになってます、はいはい、というわけでちょっと細かいお話順番に聞いていこうかなと思います、はい、まずじゃあこちらのリビング入ってか一番隣にあるこのディスプレイというかね、はい、スペースからちょっとお尋ねしていきたいんですけど、まずじゃあちょっと奥のこのライブラリースペースですかね、はいはい、こちらには本が3段かな、はい、収納されてると思うんですけど、なんかカテゴリー分けとかはされてらっしゃるんですか？一番上はインテリアとかポパイとかが多めの感じになってます。あとジェンガとかトランプとか置いてますね。で2段目はあの私たちの好きな映画周りとか、あとちょっとその編み物とかしたいなみたいなのでそういう趣味系の本になってて、一番下は小説とあと仕事関係の本が中心になってます、はい、この中でお二人のお気に入りの本とか、はい、なんかちょっとあれば紹介していただきたいんですが何かありますか？それぞれ一冊ずつ。私が好きなのはスピルバーグその世界と人生です。あの E.T. とかジョーズとかあのスピルバーグの映画が一番好きなので、そのスピルバーグの伝記みたいなやつを買いました。全部読めてないです。ちょうど今度映画でしたっけ？あ、そうですね、もうやりますよね。来週見に行く予定です。お、すごい面白そうだよ。はいはいはい、僕のお気に入りはスターウォーズ100シーンです。おお、すごい、またコアなこれは本ですね。映画の中のシーンがこう写真になって入っていて、全部英語なんでちょっとまだ分かってないところがあるんですけど、あの描かれてない部分が映っていたりとか、こういうキャラはこういう設定なんだとか、あと戦闘機とか僕すごい好きで、この名前とか全部と細かに書かれてるので、結構こういうのは見ててあれかみたいな、はいはいはい、ので楽しむような本ですね。これはいつ頃購入されたんですか？これ結構 2,3 年ぐらい前に神保町とかで確か買って、はいはい、古本とかが多かったので、はい、という感じです。はいはい、ありがとうございます。ちなみにこの本を収納されてるこれはどちらのこのディスプレイなのかものですか？これは IKEA で買いました。これ中の本が見えるのもちょっと可愛いですね。そうですね、もともとは食器棚にしてたんですけどちょっと引っ越して本棚にしました。ちなみにこう上にはこのすごいカラフルな、はい、帽子をかぶってるこちら、これは何ですか？帽子置きとしてちょっと作ったというか100均のこの発泡スチロールのマネキンを買ってペタペタ紙を貼りましただから汚いところがちょっとあるんですけど、はいはいはい、手作りなので便利ですね。これ帽子、そうなんです、この白いやつが畳んで置いてたらめちゃめちゃ歪んじゃって、うん、それが嫌で買
買いましたね。確かに型崩れは、うん、はい、あとはこちらの壁側にレコードですかね、はい、はいはい、あります。100均で売ってるこういうつけれるやつがあって、うん、でそれに立てかけてるっていう感じで。ちなみにここにかけてるこのレコードは結構お気に入りのものとかなんですか？そうですね、映画系のやつがこれも多くて、下のやつがスターウォーズのやつなんですが、多分ローカルのどこかの音楽団がやってるやつで、ちょっと下手っていうかちょっと下手なんですね音外してたりして、そういう面白さがあるものになってます、はい、そしたらじゃあそのまんまお隣に行こうかなと思うんですけど、お隣のこの棚はどういったカテゴリー分けというか何かあったりしますか？ここはまず私は神棚と呼んでるんですけど、お香とかあとこういう神様系の何かとかろうそくとかを置いて、ちょっとこうゆっくりしたいなって思った時にお香を焚いたりしてるゾーンです。確かに神様がいっぱいいますね。神様がいますねこの辺に。こういうなんかちょっと 神棚をこう、はい、はまるきっかけというか、はい、なんかあったんですか？もうとにかくこの人たちの見た目が可愛くて本当に見た目だけでこのハート可愛いなみたいなので、はい、ちょっと集めてます。ちなみに推しの神様とかいらっしゃったりしますか？推しはやっぱこの女子ですね。この女子、はい、なんて言うんだろうこの人、女子が好きですね。マリア様これも作ったんですけど、はいはい、これにも貼りますね。顔がガシガシになっててリスペクトが足りてないんですけど。ちなみにこのマリア様はどこで購入されたんですか？これは多分下北のパド PAD っていうところでいろいろ集めたりしてますね、うん、あとこの棚はお香、香り系のアイテムがたくさんありますが、はい、結構お香とかもお好きなんですか？そうですね、はい、普段は どんなお香を使ってらっしゃるんですか？このアポケーテの棒のやつとか、うん、あと無限堂でもう100円で買えるので、そういうのをちょっと探して好きなやつを見つけようとしてます、うんうんうん、マグチャンパとかが後ろにありますね。あ、本当だ結構じゃあ香りのものもたくさん使ってらっしゃるって感じなんですか、ね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、あとこちらの下に置いてある、はい、これスツールですか？そうですね、椅子になっていて、鶴屋洋服店っていうところで買ったんですけど、はいはい、こういうの多分手作りされているお店で、へ、心臓とかこの人体模型のやつとか、あ、このレコードの、はい、はい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 、これおいくらぐらいで大体購入されたんですか？ 4、5千円ぐらいだったと思います。そんな下かな3千円ぐらい座り心地とかどうですか？まだ座ったことなくて。あ、そうなんですね完全にディスプレイにしようと。はいはいはい、あとはこのゴリラのこの、はい、これは何ですか？これプエブコさんで売ってた、はい、一応スリッパになって、へ、冬とかはめちゃくちゃあったかい。あったかそうですね、はい、確かに2000円ぐらいだったと思います。すごいなんか一見歩きにくそうにも見えますが履き慣れると意外といい感じです。あ、慣れてきます。クッション性もあるんで、汗かいてめっちゃ臭くなってしまっている。あ、そうなんですね。高すぎて、はいはいはい、確かにあったかいですもんねありがとうございます。続いてこちらの、まあ、植物のスペースちょっとお尋ねしていきたいなと思うんですけど、まず壁の方にこれスカーフですか？そうですね、スカーフで、はい、サノバチーズっていうブランドが出されてたもので、ブーンパトロールさんっていうアーティストが描いた絵をスカーフにしてるものになってます。でそこにレコードもかけてるみたいな感じなんですかね、はい、壁掛けのレコードがいいなと思って、これは吊るしてる形ですね。アナバスレコードでだいたい2万円ぐらいはい、じゃあ普段音楽聴かれるときはそうですね、このレコードプレイヤーたまにレトロなやつを聴きたいときはって感じ、はいはいはい、そしたらじゃあそのままちょっと下の方のお話を聞いていきたいんですけど、はい、このサボテンですかね、100均でサボテン買ってきてクラフトビールが好きなんでこういうのに突っ込んで買っているっていう感じです。確かにこのクラフトビールのパッケージも可愛いですね。すごい可愛いですよね、うんうん、結構海外のやつとかだとおしゃれなのが多くてよくパケ買いをしてる感じです、はいはい、この辺のは結構よく飲まれたり普段からするやつなんですか？そうですね、なんか特定のブランドってよりかは結構いろんなものを買いたいなっていう感じで、下北とかよくそういうお店が多くて買ってます、はいはいはい、
あとはお隣のこのディスプレイ棚というか今大きい植物を置いていますが、はい、この箱というかこれは 何の箱なんですか。これは茶箱だそうで、あのお茶っ葉を多分入れてた箱で、なんか乾燥とかしないようになのか、こうやってシルバーにもともと内側がなってて可愛かったので買いました。それを縦にして植物置いてます。これはちなみにどちらのお店で購入されたんですか。これはメルカリで。あ、メルカリで、はい、買いました。中に照明ですかね。はい、照明もすごいなんか反射して綺麗ですね。なんかそうですね。これはデザインハウスストックホルムのブロックランプミニですね、うん、定価2万4000円ぐらいなんですけど、ちょっと頑張ってこれも7000円で入手しました。すごいですね。安く入手するスキルすごい。めちゃめちゃお気に入りです。可愛くて。あとはそのお隣のこのオブジェというかこのシルバーのやつ、これは何ですか。なんか本当はくるくる回るオブジェになってるんですけど、古着屋さん兼こういう小物とか置いてるメメントさんがちょっと前にポップアップショップやってて、そこで買いました。2万5000円ぐらい。あ、ちゃんとぶつかんない気候というかあれなんですね。ちょっとずつ当たっちゃう。ちょっとずれちゃってあ、そうなんだ、はい、うまいことやれば回る。ありがとうございます。そしたらそのまんまちょっと上の方に今度は行こうかなと思うんですけど、こちらの、カーテン側か大きなスクリーンがありますが、はい、こちらで普段プロジェクターとかで投影されて見てらっしゃるみたいな。はい、そうですね。これが伸びるようになってて、ここまで伸ばして映画を見てます。はいはい、結構スクリーンとかでやっぱ見え方っていうか見やすくなったりとかやっぱしますか。そうですね、前の家はカーテンに映してたんですけど、やっぱ歪んじゃうのでもう買おうってなって買いました。うん、あとこの壁の方にポスターというか、宇宙とか好きで映画とかもなんですけど、なんか上野の博物館で売ってた多分子供がこう勉強する用のこういうポスターがいいなと思って貼ってます。普通にかっこいいですね。いいですよねデザインが。はい、あとは上の方にもまたちょっとした映画関連のアイテムがありますが、はい、それこそ上に4つ DVD ですかね。はい、これはお気に入りの作品とかなんですか。そうですね、やっぱスピルバーグが好きなのでジョーズ E.T. はマストで、でタイタニックも大好きなので置いてます。うん、お家にあったやつ持ってきただけなんですけど好きな映画になってます。うん、ありがとうございます。はい、続いてソファースペース紹介をしていただきたいと思います。はい、まずじゃあこちらのソファーからちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入されたものでしょうか。これはネットで買いました。ちょっとお店忘れちゃってますね。はい、これ3人掛けとかですか。そうですね、3人掛けです。うんうんうん、すごいめちゃくちゃ発色のいい緑色ですね。もともと緑で探してて程よいやつを見つけたので買いました。うん、結構クッションとかもここはたくさんありますが、結構この辺もコレクトするのお好きなんですか。そうですね、上の ET は、まあ、ET が好きなので買ってますけど、この辺のこれはユニクロ、ユニクロ でなんかのコラボで買ったやつで、これはスペースエイジとかのジャンルというか、こういうデザインが好きなので、これもメルカリのとかのやってる方が言ってたのでこれを買いました。うんうん、ありがとうございます。あとはその下にこの座椅子というか、はい、ちょっと民芸家具っぽい椅子がありますが、はい、これはどちらで購入されたんですか。これはヒストっていうリサイクルショップというか、こういう古具系を売っているお店で買わせてもらいました。でそこの神また神様神様に座る、そうなんですよ。これちょっとまあごめんなさいと思いながらお尻でこれちなみにこの神様はどちらで購入されたやつなんですか。これも ZOZO かなんかの、はい、よくわかんないメーカーのやつで1000円とかで売ってたので、神で調べたら当たってそうなんです、ね、はい、あとはこの前にサイドテーブルがありますが、これはどちらで購入されたんでしょうか。これはもう親がもともと持っていて、多分そういうリサイクルショップかなんかで買ったと思うんですけど、それを譲ってもらいました。うん、すごい高さもちょうど本当にぴったしって感じですよ。はい、あとはこのリビングは大きなこのラグ絨毯というかね敷いてありますが、これはどちらで。こっちがアマゾンで買ったもので、
そっちがあのペルシャ絨毯か。ちょっと高いやつ、はい、値段言うとこっちが7,000でこっちが70,00010倍違うんですね。もともと高円寺で売ってたんですけど90,000円ぐらいだったかな最初、うんうん、で2人で1時間ぐらい交渉して75,000した。めちゃくちゃ粘りました、ね、苦笑いしてて、はい、しょうがないな。あとはこのまた壁側の方にこれは時計ですか。そうです、はい、あの IKEA で売ってた時計を分解して針の部分だけ使っていて他は全部印刷してきて貼ってディスプレイしたっていう感じですね。すごいですね、時計ご自身で作ってらっしゃる方初めて見たかもしれないですでも大体の時間しか分かんないっていうこれちょっとこれもなんか SF っぽいやっぱモチーフというかあれで作ったって感じですか。そうですね、宇宙とかなんかちょっと近未来というか、うんうんうん、そういう感じですね。あとはこの、右側かプロジェクターがありますが、はい、これはどちらのプロジェクターですか。これはアンカーが出してるネビュラっていうやつですね。7万ぐらいで買いました。どうですか映画の見てる時の 見心地というか。もう夜見る分には全然はっきり映って、あとスピーカーもちゃんとしてるので音も大きめに綺麗に出てます。うん、ありがとうございます。そのちょうど下にあるスツールですかね。これですかね、ここのこっちカラフルな、はい、すごいこれもちょっと民族っぽい不思議なアイテムですね。はい、これは千葉のマライカで本当は商品じゃないけどあげるよみたいな感じで靴履くときに座るやつあるじゃないですか。 あれで置かれてたのを譲ってもらって2,500円ぐらいでいいよって言って買わせてもらいました。うんうんうん、ありがとうございます。続いてこちらのスペースはどのようなスペースになりますか。ここが2人の作業スペースでお互いこう向き合ってリモートワークで、そうですね、はいはいはい、別の会社向き合ってそう別の会社だけで一緒にお仕事をされてる感じなんですね。で後ろの方にまたここもレコードとかパンフレット、ちょっと昔の映画のパンフレットとか、そうですね、レコードとか置いてる感じですね。なんかスピルバーグとかやっぱなんか好きな映画が自動的にちょっと昔のものになってたりとか、うん、あでもジャケットとかも昔の方が可愛かったりするしみたいな感じです。この中パンフレットでなんかお気に入りの映画一つちょっと難しいと思うんですけど、なんかパンフレットであったりしますか。このマーズアタックのやつが可愛いですね。ティム・バートンの昔の作品で、うん、はいはい、宇宙人がめちゃめちゃ可愛いデザインをしていて、うん、脳みそがこう並べられてるんですけど、あ本当だ、よく見るとそっか一人ピョコって出てきて、へなんか昔の本当にパンフレットの表紙とかもなんか可愛いですね。生きてますね。そしたらじゃあちょっとそのお隣に行こうと思うんですけど、この上にはもしかしたら見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、これは何でしょうか。これはシャイニングの途中に出てくる男の子がドアに書く文字になってます。これは実はあの向こう側に鏡があるんですけど、それに反射するとちゃんとマーダーってあの映画の中での伏線がちゃんと表現されるようになってま す, す, す、ね、手作りです。手作りで、はい、はい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 。でもこれ結構フォントとかも寄せました、忠実に多分再現されてますよね、はい、寄せました完全にすごい。そしたらその下にはフィギュアがたくさんここはありますが、はい、これ何の映画のフィギュアでしょうか。これ全部スターウォーズのやつで、僕ちっちゃい頃から好きで小学生ぐらいの時から集めてたものを実家から持ってきたっていう感じで、これ一応左側がジェダイっていう正義の方で、右側がシスっていう悪のやつで、こう2つに分かれてる感じにしてます。はい本当にじゃあ昔から映画ずっとも好きで、そうですねって感じなんですね、はい、そしたらじゃあそのお隣にはこのカーテンというか、これ手作りで作ってらっしゃるんですか。そうです、なんかあのお土産用の海外のクッションカバーみたいなのが古着屋さんに売っていて、それを一枚一枚集めてつなぎ合わせてカーテンにしているやつです。結構時間かかりましたか。そうですね、探すのも結構大変で、あんまり売ってなかったので、結構メルカリとかあと古着屋さん巡ったりとかしてやって、最初は手縫いでやってたんですけど、もう
途方もない感じだったので途中からミシンに切り替えてやったというものです、はい、そしたらじゃあ今度ちょっと後ろ側に行こうかなと思うんですけど、はい、ここの壁側にエイリアンがいますが、はい、これは何ですか？宇宙人です宇宙人ですね宇宙人です。名前をちょっとつけてなくて、はい、ちょっと怖いので名前つけちゃうとこう宿ってしまいそうで、あ正規が、はい、宇宙人って呼んでます。まだ動いたりはしてないですか？まだ多分知らないだけかもしれないですけどこれちなみにどちらで購入されたんですか？これは大阪のヤマストアっていうところの雑貨屋さんというか、こういう不思議なものをいっぱい置いてあるすごい好きなお店で、はい、そこで5万5000円で譲っていただきました。あ、これも譲ってもらったんですね、はい、結構渋々お気に入りだけどみたいな感じで、はいはい、愛着があって、アメリカの一般人が作ったらしいんですけど、へえ、そうなんですね。あとは後ろの方にだるまがありますが、はい、これは何ですか？もともとちょっと縁あっていただいたもので、最初全然違う文字が書いてたんですけど、上からこうスプレーでバーってやって文字入れてだるまスペースっていう、将来こうお店をやりたいねっていう話をしていて、その名前を入れてるものです、うん、これも書き換えたんですね。全部書き換えました、はい、フォントもちょっと SF っぽい感じですもんね。そうですね、 NASA のやつと同じものにしていて、はいはいはい、分かりました。あとは植物がたくさんありますが、はい、この辺の植物について、まあ、軽くどんな植物なのかちょっと紹介してもらってもよろしいですか？これはモンステラですね。すごいちっちゃかったのにこんなになってしまって、はい、モンステラで、これがセロームで、これがドラゴンフルーツで、これがユーフォルビアです。 あとここの上のもすごいジャングルみたいになってますね、はい、これはシダっていう植物ですね、うんうんうん、結構こういう植物系とかってよく買いに行くお店というかチェックするお店とかありますか？そうですね、ちょっと車とかで行けるような、あの園芸場みたいなどでかいところがあって、そこは結構安めに売ってたりするので、たまに車借りてそういうの買いに行ったりとかですね。あとは後ろに照明が、アーチの照明がありますが、これはどちらで購入されたんですか？これは IKEA で買いました。1万いったかいかないかぐらいだったと思います。もう宇宙っぽいので買いました。あとこの辺は蝶々というか、蝶々、これは私の趣味なんですけど、はい、蝶々すごい好きで、これ反対されながらこれもついてますね蝶々が磁石で。これしかもこっちの上の方にもたくさん蝶々がいますね、はい、これは印刷して貼ったんですけど、これも印刷してきた後にジョンに相談したら貼りたくないと言われていて目立たないところならいいよということでここに貼ってます。しかもちゃんと触覚がひらひらさせてます。ひらひらしてて、ここもちょっと忠実に再現されてるんですよありがとうございます。続いてこちらがトイレということで、はい、まあなんかファンタジーな世界が広がってらっしゃるということで、ちょっと紹介をしていただきたいと思います。はい、自慢のトイレですどういう顔すごいっすね。中に今何をこれは貼ってらっしゃるんですか？映画のポスターとか、あと版権とか、結構映画系を散りばめてるっていう感じですね。これ何作品ぐらいあるんですかね？100以上あるはずですね、50とか、うん、なんかここに貼ってあるこのフライヤーとかっていうのはなんかどういった基準で選んでらっしゃるんですか？今まで見たやつの中で面白かったり印象に残ったりしているものをフィルマークスで思い出して集めてますねそしたらじゃあお二人がそれぞれこう思い出残ってたりとか、なんか見て面白かったものとか、ちょっとそういった作品をそれぞれ、はい、まあ、2,3 作品ぐらいピックアップしてもらえればなと思うんですけど、はい、何かありますか？このピーナッツバターファルコンっていうのが、はい、よくて、ちょっとロードムービーっぽい感じで、結構ゆったりとした感じでずっと流れてるんですけど、なんかこうずっと見てられてちょっとクスッとするみたいな、うん、心が洗われる系のやつですね、うん、あとはちょっとここなんですけど、ペイフォワードっていうのがあって、なんか少年がこう世界を変えるために人に3ついいことをして
それが数珠つなぎになってくっていう、なんかちょっと考えさせられる感じのやつとかですね。私はこのミッドサマーとヘレディタリー、アリアスターが好きで、この辺も好きですね。この辺は確かに、ね、とにかく系統というかあれですね。そうですね、似てますね。はい、オカルト的な、オカルト的なグロ的な、はいはいはい。でこのロブゾンビっていう監督も好きで、スリーフロムヘルとかこのマーダーライドショーとか、これもなんかこう西アメリカ的なやつですね、はいはい、グロいやつ、これも好きですね。結構2人ともカテゴリーというか見る作品の共通点とか結構近かったりするんですか？そうですね、 SF とホラーが好きです。非日常的な、非日常、はい、ストレス溜まってるのでこれちなみにこのフライヤーとかっていうのはこれどうやって集められたんですか？神保町のその映画のチラシとかポスターいっぱい売ってるところでも必死で2時間ぐらいこの前バーって全部ファイリングされてるの見て1枚10円とかで買わせてもらったり、あと池袋でピリピリっていう映画のショップがあってそこも結構常連で、はい、そこで集めさせてもらったり、神戸のお店も、あ、神戸の、ね、でちょこちょこあるんですよね、映画のポスター。あ、そうなんですね、はい、チラシ売ってるところが、はいはいはい、分かりました、ありがとうございます。続いてこちらが寝室ということでちょっと紹介をしていただきたいなと思います、はい。こちらのスペースがだいたい8畳でしたっけ？普通7畳ぐらい、はいはい、ここはじゃあベッドが置いてあって、まあ、洋服だったりそういったものが収納されているということで、はい、なんかこの部屋の雰囲気とかコンセプトなんかあったりしますか？ちょっとリビングとは違ってなんかアートでちょっとナチュラルな感じというか、あんまりこうごちゃごちゃさせすぎないようにしている感じですというわけでじゃあちょっとここはその洋服についての話っていうのをちょっと細かく聞いていきたいなと思うんですけど、はい、右奥にクローゼットというか、はいはいはい、あるということで、すごい洋服がたくさんありますけどお二人とも結構お好きなんですか？そうですね、二人とも多分すごい服が好きで収まりきらないので棚をここに置いてウォークインクローゼットっぽくしてるという感じです、はいはい、この数見るともう700、800ぐらいありそうですもんね。もっとあるか。そうですね、あ、上も洋服なんですね。へえ。ちょっとじゃあ洋服のそれこそこだわりというか着用される時のポイントとかちょっとそれぞれお伺いしたいんですけど、はい、何かありますか？最近買ったのだとなんかこのオークリーのジャケットとかがちょっとなんかこういうなんでしょう、テックっぽい感じのやつに最近ハマっていて、うん、機能性がいいんでこう収納が良かったりとか。なんかそういうのが好きだったり、あの地元が神戸なんですけど古着屋さんで買ったあのブラックモールスキンのジャケットで、なんか年が経つことにこういらあせてったりするとか、なんかそういうなんか感じがなんかロマンがあっていいなっていうとか、なんかキココスタディノフっていうブランドなんですけど、ちょっとこう刺繍っぽかったりとか、なんかこう切り返しがついてたりとかでこういうディテールがいいなって思って買ったのと、あとは変なベストを集めるのにこだわっていて、はい、なんかこういうのとかこうチョッキっぽいやつとか、あとなんかこう素材が違ってたりとか、はい、そういうこう変なベストがそうですね、うんうん、大好きですっていう感じです。結構ブランドとかはあんま特定のものっていうよりかは古着とかがやっぱり多いですか？そうですね、たまになんかこういうのとかは買ったりしますけど古着が結構多いかもしれないです。なんか行きつけのお店というかよく買いに行くお店あったりしますか？そうですね、結構下北に最近来たのでこの辺りをこういろいろ見てるって感じで、ちょっとまだ特定のところは見つけれてないんですけど、うんうんうん、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと続いてまた紹介をしていただきたいんですが、はい、こっからこっちが私のエリアになってます、はい、好きな感じで言うとこういう民族っぽいのとか派手な色が派手なやつだったり個性的な服が好きで、これはサイクル B なんちゃらさん のセットアップで、これ奮発して多分7万ぐらい全部でしたんですけど最近買いましたってやつだったり、あとザラとか安い古着とかも結構買うので着てないやついっぱいあるんですけど服集めるのすごく好きです。ちなみに池子さんはなんか
お好きなブランドというか、はい、そういうものとかあったりしますか？それこそそのサイクルさんはずっとオンラインストア見てますし、あとパロマウールさんとか、そういうなんかちょっと不思議な派手な可愛らしいところが好きです、うん、あとこのズボンも巣鴨ユーモアっていう古着屋さんのあのカーペットをズボンにしたやつっぽくて、これも可愛くてお気に入りですね。結構お二人とも色味とかでいうと結構対照的というか。あ、そうですね、クローゼットがもう対照的分かりやすく対照的って感じですね。そうですね、はいはいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで池子さんとジョンさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後に軽くお話をお伺いしたいと思うんですけど、このお部屋の、まあ、全体のコンセプトを言葉で表現するとしたらどんなお家ですかみたいなところをちょっと改めて聞きたいんですが、どんなお家でしょうか？2人の好きを爪に詰め込んだファンタジーという空間ですはい、はいはい、それここまで映画のものもそうですけど、雑貨とかねコレクトされてるっていうのは結構もう前からずっと集めてらっしゃるって感じですよね。そうですね、4年間ぐらいかれこれ集め続けるとこうなったっていう感じですちなみによくこういう映画のアイテムとかいろいろあったと思うんですけど、よくチェックするそういう雑貨屋さんとかブランドとかセレクトショップとかなんかあったりしますか？はい、そうですね、池袋のピリピリさんとか、あとは映画じゃないですけど週1回開いてるヒストさんとかですかね。あとヤマストア大阪のは結構日々チェックしてますね、うんうん、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ最後にお二人から何かお知らせだったり告知とかそういったものがあればしていただければと思います。はい、おうちのアカウントがインスタと YouTube あって、まだフォロワーがインスタは97人しかいなくて YouTube 誰もいないので動画を上げていくのでぜひ、はい、フォローしてほしいです。はい、ということでぜひ気になる方はインスタグラムと YouTube の方チェックしていただければと思います、はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは池子さんとジョンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。